ピザンス理工学の第12回の話で、今日はですね、マルコフ連鎖というものの話をしていきます。はい。で、授業はあと2回なんですけども、あと2回このマルコフ連鎖の話をしていくということになります。はい。そうですね。で、まあ、順調に進んでいけば、この予備の2月2日はやらないということになります。はい。で、今日の目標は、マルコフ連鎖のことをやるんですけども、以下のことができるようになる。まず、その首位行列と状態遷移図を用いてマルコフ連鎖が表現できるってことと、チャップマン・コルモゴフ方程式というのがマルコフ連鎖にあるんですけども、まあ、それを使ってマルコフ連鎖の時間発展を表現できるということ。あとですね、定常分布っていう重要な概念がマルコフ連鎖にあるんですけども、まあ、それと、このマルコフ連鎖の極限ですね、と、まあ、呼べるものを正しく関連付けられるということが重要です。で、まあ、後で言葉は出てこないんですけども、この講義で扱うマルコフ連鎖は、静止、離散、時間、有限状態マルコフ連鎖と呼ばれるもので、まあ、つまり、まあ、こういうことを言うってことは、まあ、本来ですね、マルコフ連鎖っていうのは、このまあ、静止でなかったり、離散時間でなかったり、有限状態でなかったりするものっていうのもあるんですけども、それを扱うのはちょっと、この入門的なところでは難しいので、そうでないというか、静止、離散時間、有限状態、マルコフ連鎖っていうものを扱っていくことにします。はい。で、まあ、だから特にそれが何だよってことの説明はしません。はい。でですね、やりたいことは何かっていうと、時間発展とともに変動する事象を確率によってモデル化すること、およびそれを解析することです。で、そういうものっていうのは世の中にたくさんあるんですね。で、例えばこれ株価ですね。これ2021年1月15日とか、昨日ちょっと見た、1年間のですね、いわゆる日経225っていう指標の、何ですか、変動なんですけども、まあ、ここら辺が2020年2月ですね。もうなんか遠い昔のように1年ぐらい前のことは思えるかもしれませんけども、まあ、3月の中頃にこうなんか、まあ、3月ぐらいからガクッと落ちてきて、まあ、その後、まあ、長期的には、まあ、停滞したり、まあ、ゆっくり上がってきてるっていうような感じの、まあ、トレンドって言っていいんでしょうかね。まあ、そういうものがあるというような形です。で、一応、まあ、その株価の変動っていうのは、最近ではよくこの確率的にモデル化することをします。で、まあ、今日の授業で、まあ、この株価のモデル化をやるわけではないんですけども、まあ、そこにつながってくる話だと思ってもらえればよいということになります。で、皆さんもっと身近というか、まあ、日頃、目にするのは、例えば、天気予報。まあ、天気予報と言っていいのか、でもまあ、天気そのものですね。これも2020年だから、去年の11月と12月。1、2ヶ月前ですね。1、2ヶ月前の、天気を持ってきてますけども、まあ、こういうのも、例えば、その晴れとかですね、曇りとか、雨とかっていうような天気が、まあ、なんか、適当に現れているのか、なんかその、なんでしょうね。規則的に現れているのかよくわかんないんですけども、まあ、確率を使ってモデル化することもできるかもしれないわけですね。で、まあそういうことをよく考えていきたいというわけです。で、まあちょっとそういうものの例題として、ちょっとこういうことを考えてみましょうということをまずやってみます。これがまず例ですね。で、そういう状況としてこういうものですね。次の授業を考えます。ある街の天気は晴れか曇りか雨のいずれか。まあ、この時点で割とこの天気というものを単純化しているんですけども、まあ、今後、まあ、晴れとか曇りとか、雨とか書かずに F とか C とか R っていうふうに書いていくことにします。まあ、F はファインですね。ファインウェザーですね。で、クラウディー、レイニーだと思ってください。で、天気は毎日確率的に変わると。まあ、これはそういうまあ不思議な街だと思ってください。まあ、童話の世界、ファンタジーだと思ってもらっていいんですけども、晴れの日の翌日の天気、晴れである確率は2分の1ですね。晴れの日の翌日の天気が曇りである確率は3分の1とか、晴れの日の翌日の天気が雨である確率は6分の1とか、もうこういうふうに決まってる。決まってる。もう長年のですね、経験則でもう分かってるんですね。で、曇りの日の翌日が何なのかって、ここが決まってる。確率は決まってる。雨の日の翌日の天気が何になるかという確率もこれ決まっているということですね。だから今、下にポイントが書いてありますけども、次の日の天気に関する確率は、前の日の天気から決まるっていうふうな、まあ、モデル化をしているというか、あるいは、まあ、その長年の経験がこれ分かっていると。
観測家が分かっている。で、こういう街があったときに、じゃあ今日雨だとしましょう。今日雨だとしたら、2日後も雨である確率はどんどん来たってことが、これは正確に分かります。正確に分かります。で、どのように分かるのかってことは、後で説明しますけども、これが正確に分かります。ので、それをちょっと計算してみようってことをやるんですが、その前に、今ですね、ここでこう、9行にわたってこの確率書いていて、ちょっとこれ目がチラチラするんで、ちょっとこれを書き換えましょう。違う形で表現しましょうってことをまずします。で、それがですね、まず行列で表現するということですね。これ何かっていうと、これ先ほどの確率を書いてます。先ほどのですね、確率を書いてます。確率を書いてる。で、どういうふうに書いてるかっていうと、行から列へ推移するって書いてます。例えば、この行が C で、列が F のところが、これ3分の1ですね。で、これ何かっていうと、行から列へ遷移するんで、行の方が、例えば、今日の天気でこう表していて、列の方が、例えば明日の天気、翌日の天気を表していると。まあ、こういうふうに思ってください。で、そうすると、この C、F の成分が三分したということは何かっていう、何を言ってるかっていうと、曇りの日の翌日の天気、翌日の天気かな、翌日が晴れである確率が3分の1であるというふうに、まあ、見なしているというか、まあ、そういうふうに読むわけです。いいですか？で、そういう確率が、ここに9個あるというわけですね。ですか？で、注意してほしいのは何かっていうと、これちゃんとした確率なので、今日が曇りだったら、その翌日は必ず晴れか曇りか雨になるわけです。そういうことになるので、この行の数値を見て、これを足すと、必ず1になります。ちょっと色変えようかな。行の、今のところ、3分の1、3分の1、3分の1。これは足すと1です。まあ、そういうふうにちゃんとした確率になっているわけですね。で、それはどの行でも言えます。例えば、この晴れのとこですね。今日が晴れだった場合、2分の1足す3分の1足す6分の1。これもちゃんと1になります。し、今日が雨だった場合ですね。この4分の1、2分の1、4分の1。これも足すとちゃんと1になる。だから、この行列は、この足すと1、行を足すと1になる。各行を見て、行の成分を足すと1になるっていう性質を持っています。で、これは、重要な性質です。こういう形の行列を作ったときには、この性質を満たしている必要があります。ただし、この列の方は、足したとしても1になっている必要はないです。ですか？足して1にならなくてもよい。まあ、偶然1になっているってこともあるかもしれませんけども、まあ、それは、そういう条件は、ここで満たされるとは限らないということになります。いいですか？で、まあ、こういうふうに行列で表現することもあります。で、今、この行列のことを、まあ、P と書いてますけども、まあ、これは、まあ、場合によっていろんな記号を使うことがあると思います。はい。で、もう少し別の表現もあって、それがですね、この状態遷移図というものです。今ですね、取り得る天気の、状況っていうのは3種類しかないわけです。3種類ですね。で、その3種類を、この書き方ではですね、この F、C、R っていうふうに、まあ、これ、丸字がこんなに書いてます。まあ、こういうのをグラフって言ったり、それかもしれませんけども、なんか有効グラフですね。有効グラフって言うかもしれませんけども、まあ、有効グラフの頂点として、その、取り得る状態ですね。を書きます。今の場合は、晴れ、曇り、FCR です。で、そこにこう矢印があるんですけども、その矢印は何を、表せるかっていうと、下に書いてありまして、始点から終点に推移すると書いてあります。だから例えば何かっていうと、先ほどもですね、この人、C、F があって、C から F に向かっていく矢印というのを着目しましょうと。すると、これは、今日の天気が、
曇りであるところから推移して、明日の天気が F になるという時の確率が、この矢印についている数値になります。3分の1。だからこの図を見ることによって、その確率が読み取れるという形になっているわけです。でですね、注目したいのは、例えばこう C から C に行っている矢印があります。で、これは今日が曇りであるときに、明日が曇りになる確率を表す矢印、そういう遷移を表す矢印で、これが3分の1確率化ですね。というふうになっているというふうに読むわけです。いいでしょうか。まあ、こういうふうにも表せます。で、この表現は、まあ、見てわかりやすいので、まあ、この表現をすることもよくあります。で、状態遷移図ですね。いいでしょうか。じゃ先ほどの計算したい確率は何だっていうと、今日が雨であるときに、2日後が雨になる確率なので、それはですね、ここに書いてあるような、ここに書いてあるような条件付き確率で表せます。ですね。今日が雨であるという条件のもとで、2日後が雨になる確率です。で、これ計算したいと。で、今、右下に書いてあるのは、この街の天気の状態遷移図です。で、これ計算したい。この条件付き確率を。で、これ今、色塗ったけど、これ消えますね、色はね。はい。で、これはどういうふうに計算できるかっていうと、まずですね、ここに書いてある公式が成り立ちます。これはなんで成り立つのかってことを後で説明します。で、何かっていうと、このですね、計算したい、条件付き確率では、今日の天気が条件にあって、2日後の天気が、その、求めたいところ、まあ、事象として出てきてるわけですけども、その今日と2日後の間の1日後ですね、今日から見て、1日後の天気を、ここで、それで倍分けするわけです。それで倍分けします。で、それで倍分けをすると、このように、このように分解できます。ただ、その1日後の天気は晴れか曇りか雨なんですけども、それを使ってこの3つの確率の和という形で分解できます。で、そうするとですね、何がわかるかっていうと、ここに現れている確率は、今日の天気の条件のもとで、その1日後の天気は何でしょうっていう確率と、1日後の天気が何であるかという条件のもとでの2日後の天気は何でしょうという確率なんですね。で、そうすると、この確率を見ている、その条件と、その部分と、その本物のですね、その計算されるところの事象の日付のズレがどちらも1日になるんですよ。で、1日ずれているところの確率っていうのは我々もこの状態遷移図見ればわかるんですね、全部。で、そうするとそれはここで見て、まあ、値を拾っていくわけですね。例えば、1日後が晴れであるときに、2日後が雨になるということは、つまり晴れから雨に、晴れから雨に遷移する確率を見るので、それ6分の1ですと。わかります。またこれ6分の1と。いう感じで、ここに現れている6個の確率を全部状態遷移図から読み取ってきました。で、そうすると、これ計算すればいい。で、計算すれば、これ48分の13だということがわかります。で、まあ、これは、まあ、だいたい 0.271 ですね。ってことがわかります。っていうふうに、まあ、計算できます。ということになります。ここまでいいでしょうか。まあ、初めの等式がなんで成り立つのかってことを後でちゃんとやります。いいですか？ありがとうございます。それでですね、これをちょっと違う、視点から見てみると、これは実はですね、先ほどの行列で見てみると、こういう風になってる。今これ先ほどのこれ P っていう行列ですね。で、この P の2乗っていうのを計算しましょう。これ今、P っていう行列は 3×3 行列ですから、ちゃんとこの P の2乗っていうのを定義できます。で、計算します。で、計算した結果これですね。で、計算した結果もこれ 3×3 行列になるんですけども、これの、例えばこの RR 成分っていうのを見てみると、これ48分の13になります。これ先ほど計算した結果の値と同じです。戻りますね。48分の13。これですね。48分の13ですね。で、これは、今、これ、まあ、これ、まあ、48分の13になっている、これ偶然かっていうと、先ほどの計算の方法を、と、ここの行列の積ですね。の計算法を見てみると、これ必然だということがわかります。つまりですね、この48分の13っていうのは、
この二つの行列の席のどこから来ているかっていうと、一つ目の行列の三行目と、二つ目の行列の三列目の、まあ、内席というか席ですね。として、この48文字が出てくるということは、これ分かるわけです。で、それ実際にこう計算しようとすると、戸籍取ると、4分の1かける6分の1プラス、2分の1かける3分の1プラス、4分の1かける4分の1。こういうふうになるんだということが、これ分かるわけです。で、この式っていうのは、先ほど見た、ここですね、この部分の、まあ、ちょっと順番違いますけども、これと同じ式になっているわけです。ね。という形で、ちゃんと同じになるんだ。つまり先ほどのですね、この分解をして計算しているという部分は、本当にその行列の、席を計算している、行列の席のある成分を計算することに対応しているということがわかります。で、これは実はそのどの成分を見てもそうなってまして、まあ、そういうことから、この行列の二乗を計算することで、2日後の天気が何であるかという確率がわかるというような仕組みになっています。で、実際、二日後が二乗なんですけども、三日後のことを考えようと思ったら三乗になって、四日後のことを考えようと思ったら四乗になるっていうような、ことが正しいということが、後からやることによってわかります。ここまでいいでしょうか。で、こういうことを、まあ、ちゃんと今からやっていこうと思います。一般化して一般的な話を、証明していくということになります。でしょうか。じゃあですね、実際そのマルコフ連鎖の今例を実際見たんですけども、どのように数学的に定義するのかということを今からやっていきます。まずですね、設定ですね。設定というのは先ほど初めに言ったように、その確率的に時間発展するような、現象をモデル化したいと言っているので、まずそういうものが何なのかということを確率、数学的に書きたいと思います。でまず、時刻を設定します。いわゆる離散時間ですね。0から始まって、1、2、3、4っていうその整数の値を取る時刻を考えていきます。それで、XT と書いたら、それは時刻 T における状態を表します。先ほどの言い方はちょっと置いといて、で、状態が取り得る値全体からなる集合。だから状態全体の集合のことを S と書いて、これを状態空間と言います。先ほどの例で言うと、その S っていうのは、その晴れか、曇りか、雨っていう、この、3つの状態からなる空間っていうのを考えているということになります。先ほどの例。ですね。で、例えば、0日目が、あ、まだって。0日目が、口で言ってることと書いてることが合わないっていうのはちょっとよろしくないですね。0日目が晴れ。で、あるっていうことは、X0 が、晴れだからですね。という形で表されていると思ってください。で、XT っていう、その、時刻 T における状態っていうのは、履歴。X0 から XT マイナスに依存するかもしれないと。先ほどの言い方で言うと、T 日目の天気っていうのは、0日目の天気から T-1 日目の天気に依存するかもしれないと。まあ、だからそこまでの天気で確率的に XT が決まるというふうに思うんですけども、で、ここで確率仮定と言ったら、この確率変数の列のことです。この XT の列ですね。今、N と書いてあるのは、0、1、2、点、点、点ですね。だから0以上の整数、今 N と書いていますけども、X0、X1、X2 っていう、そういうその確率変数の列をずっとこう並べたものを確率仮定というふうに言います。はい。だから先ほどもその、日ごとの天気の移り変わりっていうのは確率変数、確率仮定だというふうに思っているわけです。で、そういう確率仮定があったときに、それがマルコフ連鎖であるというのは次の条件を満たすことです。そして、ここに定義が書かれています。定義が書いてあります。で、どういうことかというと、これ書いてますね。任意の時刻 t と、任意の t たす、t たす2個ですね。t たす2個の状態に対して、次が成り立つ。
ことです。何かというと、まず一番上見ますね。一番上見ます。一番上の確率が何かと等しいっていうのが、この定義の条件です。で一番上の、式は 何言ってるかっていうと、X0 が X0。時刻0における状態がスモール X0 で、時刻1における状態、ラージ X1 がスモール X1 で、点点点で、時刻 t における状態がスモール xt であるという条件のもとで、その次の時刻 t プラス1における状態がスモール xt プラス1である確率は何でしょうと聞いているのが一番上の確率です。ですね。で、これが初めの常識ですけども、これが、この条件の部分を t に関する部分だけにしたものと等しいですよと。言ってるのがこの1番と書いてあるこの等式です。まずこれが正しい。で、その中にこう2番もあるんだけども、じゃあとりあえずこのまず1番だけ見てみますね。1番だけ見てみます。で、この1番の等式って何を意味するのかっていうと、先ほど言った通り、時刻 t プラス1における状態っていうのは、それまでの履歴に依存するわけです。で、それ依存してるっていうのをこの条件付き確率の部分のこの条件部で書いてるわけですね。時刻0の状態、時刻1の状態、時刻 t の状態に依存するかもしれない確率を書いてるんだけども、その確率は実際は、その t よりも前の状態には依存しなくって、その一つ前の時刻 t の状態にしか依存しませんと言ってるのが、この一番の等式です。ですか？それが今、下の式の解釈というところに書いてあることですね。読んでみると、時刻 t プラス1における状態は、時刻0から t マイナス1における状態に依存しない。ということです。だから、時刻 t における状態にしか依存しない。ということですね。それが1番です。で、なおかつ、これがその下の2番の等式に、の右辺と等しいというふうにも言っています。で、これ何かというと、2番は何を言っているかというと、この t がですね、0の場合。だから、時刻 t における状態が xt であるという条件のもとで、時刻 t プラス1のにおける状態がスモール xt プラス1であるという確率は、時刻0における状態が xt であるという条件のもとで、時刻1における状態が xt プラス1であるという確率と等しいということですね。つまり、何かというと、その xt という状態にいるところから、その次の時刻に、XT プラス1という状態に移るという確率は、その時刻に依存しないということを言っています。状態、2番ですね。それ2番ですね。状態が XT から XT プラス1に推移する確率は時刻に依存しない。ということです。で、まあ、この2つを満たすような、この2つをこう任意の t ですね。任意の t と任意の状態に対して満たすような確率仮定のことを、まあ、ここに言います。定義はいいですか？だからその先ほどの天気のようなイメージで言うと、この2番目の等式っていうのは、例えば、3日目が晴れであるという条件のもとで、4日目が雨になるという確率は、0日目が晴れであるという条件のもとで、1日目が雨になるという確率と等しいということになります。だからその晴れの次の日が雨になるという確率は、その晴れの日がいつだったかってことに依存しないということです。いいですか？はい。で、この2番の条件ですね。これがすごく重要で、マクロフレンズにおいては。つまりですね、任意の状態 ij に対して、先ほどの2番の式から、この時刻0における状態が i であるときに、時刻1における状態が j になる確率とか、時刻1において状態が i であるときに、時刻2において状態が j になる確率とかっていう、こういうのが、この時刻によって変わるってことはないってことが言えるわけです。だから、この確率っていうのはその i と j にしか依存しません。ので、それを pij と書くことにしましょう。いうふうにします。で、これのことを状態 i から状態 j への推移確率というふうに呼びます。だから先ほどの状態遷移図で言うと、この i から j に向けて矢印があって、
そこにこう PIJ っていう確率がついていると思ったわけですね。で、この PIJ っていう確率は、その時刻に依存しないわけです。さ、時刻に依存しないわけです。だから、この一つの値でちゃんと表せるということになります。ですね。で、これを推移確率とか遷移確率と言います。はい。で、この推移確率を並べた行列を先ほど書いたような推移行列というふうに言います。ですね。で、これら確率を表してますから、先ほど言っていた性質が満たされて、まず、初めに書いたのは何かっていうと、このどの成分も0以上1以下です。まあ、確率を表してますからね。で、どの行を見ても、その行の成分を足すと1になる。っていうのが、ここに書いてある条件です。はい。そういう、性質を必ず、この推移行列には持っています。でですね、この2条件を満たすような行列ですね。正方行列ですね。正方行列のことを確率行列というふうに呼んだりすることもあります。で、まあ、逆にですね、確率行列があると、これはマルコフレンズの推移行列と見なせます。って感じで、まあ、この確率行列ですね、この行和が必ず1になるような行列っていうのは、割と重要な役割を果たしております。はい。で、この行列、今後使っていくということになります。はい。でですね、最後にちゃんと定義したのは状態遷移図ですね。状態遷移図っていうのは、この状態空間を頂点集合として、この推移確率が正であるときに、i から j へ向けて、こう、矢印ですね。を描いて、その横にその推移確率を書いたものですね。それが状態遷移図です。で、オートマトンを勉強したことがある人は、そのオートマトンに対しても状態遷移図っていうのがあったっていうことを、まあ、記憶しているかもしれませんけれども、その時とですね、このオートマトンの時の状態遷移図と、このマルコ・フレンズの状態遷移図っていうのは、読み方が違います。その状態がですね、この頂点に対応するっていうのは同じなんですけども、この矢印が意味することが変わってきます。まあ、矢印はその、まあ、状態遷移を表すっていうことでは、マルコ・フレンズだとオートマトン同じなんですけども、その横についている数値が意味が違うわけです。マルコ・フレンズの場合は、これはその推移確率を表しているんですけども、オートマトンの場合は、どの記号を読むことによって移動するのかということを表しているので、それは違いは注意をしてください。はい。いいでしょうか。今ですね、ちょっと重要なことに、この PIG が正の時にこう描くって書いてあるんで、PIG が0の時にはこれ書きません。まあ、書いてもいいんだけども、書かないことが多いです。まあ、書かないことにすることによって、この状態遷移が見やすくなるということが実現できます。つまりですね、PIG が0であるときには、i から j へ遷移するということが起こらないわけです。だから、その起こらない遷移については矢印を書かないということにした方が、まあ、わかりやすいし、図もスッキリするということになるわけですね。で、例えば、まあ、こういうことですね。今、この推移行列、これ変えたんですけども、この例えばこの RF っていう、成分が0だったら、R から F に向かって矢印は書かないということにするわけです。FR の同様ですね。よろしいでしょうか。これで大体定義が終わったことになります。だと思うんだけど、そうですね。定義が終わりましたね。はい。よろしいでしょうか。で、このマルコ・フレンズを今こう定義しただけなんですけども、このマルコ・フレンズを使って何ができるのかってことを今から話していこうと思います。では、その前に、じゃあ2分休憩をしましょう。はい、じゃあ、2分ですね。2分休憩します。
はい、それでは再開します。今、やったのはマルコ・ブレンスの定義なんですけども、じゃあそれを使って、いろんなことをしていきたいと。で、先ほどの例でやったのは何かっていうと、今日の天気から2日後の天気の確率を計算するということだったんですけども、これも同じようなことをやりたいようです。これですね。任意の t の時刻があって、任意の2つの状態があるときに、今日の状態が、今日というか、時刻0における状態が i であるという条件のもとで、時刻 t における、状態が j であるという確率を求めたい。で、これができるっていうのが確率、マルコ・フレンシャーの重要なところで、それをどのようにやるのかっていうことを今から紹介していきます。でですね、この条件確率を書いていくのはちょっと今後めんどくさいので、これをですね、短く pij で上に括弧 t と書いたものとして表します。だから、i から j に遷移するんだけども、その遷移は、t 回の時刻を経て遷移するという場合の確率ですね。だから、例えば、pij の1とか言ったら、これは、x1 が j で、x0 が i という条件なので、これは先ほどのその推移確率そのものになります。いいですか？はということですね。で、先ほど計算したのは、その先ほどの例で計算したのは、雨から雨で2日後と。これを計算したわけですね。先ほどは。x2 が雨。条件は今日が雨と。ところですね。ってことをやったってことになるわけです。いいでしょうか。これはちょっと。で、それを、どのように計算するのかってことをやっていきたい。で、先ほど今言ったみたいに、この t が1だったら、その推移確率をそのまま持ってくればいいです。だから、t が2の場合からちょっと難しいわけですね。で、じゃあ t が2の場合ちょっとやってみましょう。だから、2日後の天気はどうなるのかってことをやってみたいと。で、まずここに書いてあるのはこれ定義そのものです。で、これをどうするのかっていうと、これは条件付き確率ですから、条件付き確率の定義を使ってこのように書き換えられます。これはいいですね。今まで何度も使っていると。で、ここでですね、このような、場合分けをする、場合分けをするわけです。で、この場合分けのところで、この、1日後の状態が K であるという、その K によって場合分けします。で、K としては、この取り得る状態すべてを考えるわけです。で、これで、この上の部分ですね。上の部分の確率を、その条件付き確率を使ってまた書き換えるということをしているわけです。いいでしょうか。これも、倍だけをして書き換えただけですね。はい。で、それで、今ですね、この輪の中ですね、今この輪の中、今青くしたんですけども、今からじゃあ、ここに注目して、これが、どうなるのか、どう書き換えられるのかってことを考えていきます。で、それ次のページに行きます。今、先ほどの青い部分ですね。で、これが実は、今この赤い部分を見てるんですけども、赤い部分が同じであるってことが、成り立ちます。それ、まず、これ下に一般的な形で書いてるんですけども、任意の事象 ABC があったときに、C という条件のもとで A かつ B が成り立つ確率っていうのは、B かつ C という条件のもとで A が成り立つ確率かける C という条件のもとで B が成り立つ確率の積に等しいということになります。で、これを、赤のところに、適用していて、で、A と B と C の対応は何かというと、これが A ですね。x2 イコール j、これが A で、x0 イコール i、これが B ですね。で、x1 イコール c、これ、k が、これは c だということになってますね。で、そうすると、ここが A で、B で、c で、b で、c ですね。なってますね。いいですね。はい。という形で、この赤い部分が等しいということが分かるということになります。この下の式が何で正しいのかということは、これは一応演習問題にしています。定義に従って変形していけば、これはちゃんと導きます。でですね、次。ここの赤いところですね。
ここは、x0 が i で、かつ x1 が k であるときに、x2 は何でしょうっていう確率になっています。今考えたら、マルゴフレンスですから、x2 その、時刻2における状態は、時刻1のときの状態のみに依存します。だから、この時刻0のときの状態はこれ外せます。っていうのが、マルゴフレンスの定義の式の括弧1から分かります。で、それをやりました。ですね。だから、この赤い部分が等しいです。黒い部分そのまま。という変形ですね。はい。その次。またこの赤い部分を見ると、この上のところでは、時刻1の時の、状態が K であるという条件のもとで、時刻2の時の状態を聞いているので、この、だからこれ一歩分の時刻が1違うところでの状態の遷移を表してますから、で、その状態遷移の確率っていうのは時刻に依存しませんから、この時刻0の時に K であるという条件のもとで、時刻1の時の状態が J であるという確率に等しい。ということが、このマイコフレンズの定義式から言えます。いいですか？まあ、それも、この定義を使ったわけですね。はい。定義を使ったわけです。で、そうすると、じゃ今度、後ろのところなんですけども、ちょっと待って。後ろのところなんですけども、ここはですね、何をやってるかっていうと、この条件の入れ替えをしてます。条件の入れ替えをしてます。で、条件の入れ替えをするっていうのは、実は、この、皆さんが、まあ、よくご存知だと勝手に私が思っているベイズの定理っていうのを、まあ、使いはできて、何かっていうと、この、B という条件のもとで A が起きる確率に、この B の確率かけたものと、A という条件のもとで B が起こる確率に、A の確率かけたものは等しいということですね。まあ、なんでかっていうと、これどちらも、A かつ B の確率を表せばですね。ですね。まあ、それを使って、この後ろの部分を書き換えてます。ですね。X0、X1、X1 となっているところを、X1、X0、X0 と書き換えてます。いいでしょうか。まあ、ここまでは、その確率を単に書き換えるっていう、まあ、面白くないことをしていると思ってください。はい。で、まあ、これ、正しいんだってことを一個一個終えることが重要です。いいですか？で、そうしたら、今、その、結論として出てきた確率を、先ほどのこの青いところですね、に、置いてあげることをします。で、この PIJ の2の確率の、評価を続けていきます。いいですか？で、ここを今見るんですけども、これを見ると、この、はじめのですね、この PRX0 イコール i だから、X0 が i である確率っていうのは、この k に依存しないわけです。k に依存しないから、前に出せます。で、前に出すと、これはこの、シグマの前にある分母と同じなので、これ消えるわけです。いいですか？消えます。で、消えましたね。で、そうすると、ここにあるのは、時刻0の状態が何かであるという条件のもとで、時刻1での、状態が何かであるという確率なので、これは推移確率そのものなわけです。ここですね。はじめの方は、K から J に遷移する確率。後ろの方は I から K に遷移する確率です。ここですね。ちょっとこの PIK と PKJ の順番を入れ替えますね。そうするとこれは、その、とりも直さず、行列の2つの、行列のある行とある列、つまり、I 行目と J 列目の積を、この和が表しているということがわかるわけです。つまりそれは、行列の積の定義を思い出すと、P2 乗という行列の ij 成分に等しいものが pij の2として得られるということが分かったということになるわけです。ここまでよろしいでしょうか。まあ、式変形してるだけなんですけども。いいですか？はい。じゃあですね。これをですね、一般化できるんですよ。が一般化できる。で、何かというと、この時刻 t に、時刻 t で、なんだろう、時刻0の時に i であると、時に時刻 t で j に
という状態にいる確率、PIJT ですね。これは実は P の T 乗という行列式の大 IJ 成分に等しいということが、今の考え方に機能法を適用すると証明できます。これ演習問題します、ね。で、まあ、この事実のことを、まあ、ここではチャプラン・コルムゴロフ方程式ということにしましょうというふうに言っています。本来はですね、多分この下の方をよくチャプマン・コルムゴロフ方程式と呼ぶ気がするんですけども、まあその本質はこの上にあるので、その本質の方をここではチャプマン・コルムゴロフ方程式と呼ぶことにしちゃってます。はい。で、その下の方って何かっていうと、その i から j にと言ってるのは、その時刻が t プラス s。t プラス s。だから、まあ、すいません、t プラス s。t プラス s 日後にどうなるかっていうことの確率は、その t 日後にどうなるかっていう確率と、s 日後にどうなるかっていう確率の、この行列の積ですね。形を使って書けますよってことなんです。だから、その行列の形でこれ書くと、しまった、しまった。これは、p の t プラス s 乗が、p の t 乗かける p の s 乗ですよってことを、これ言ってるだけなんですけども、これは当たり前なんですけども、上をね、上を認めれば当たり前なんですけども、それが、チャプマン・コルムゴロフ方程式と呼ばれているものです。で、これを使えば、例えば、今、マイクロフォレンサ与えられたときに、例えば、その100日後にどうなるのかってことは、この行列積を計算することですぐに分かるということになります。これ先ほどの例ですね。その2日目が雨であるという確率を計算したときに、この2乗、行列の2乗を計算して、確率が分かるということが、今の仕組みでちゃんと証明されたということになるわけです。いいでしょうか。で、そうすると、いろんなマルコ・フレンスが、皆さん、何かモデル化すると出てくるかもしれないわけですけども、それで、これでいろんなことの長期的な予測ってことができるようになるわけです。で、例えば先ほどのですね、先ほどのってのは分かんないから、この例ですね。この例の、P において、P の2乗、P の3乗っていうのを計算して、各成分プロットしてみました。これ T になってて、待ってくださいね。これ1なのかな、本当に。なんかこれ0のような気がしてきたんだけども、ちょっとパッとわかんないです。ちょっと。3分の1のところが4つある。合ってるかな、ちょっと、もうちょっと、もしかしたら、これ t が1個ずれてるかもしれませんけども、ちょっとそれは気にしないというか、あんまり細かく見ないことにして、で、この行列の成分は9個あるわけです。で、9個あるんで、ここには9個の、直線じゃなくて、そうですね、線があります。で、それぞれが、この、p の t 乗の成分を表しています。で、例えば、この、p の ff って、その ff 成分を追っていくと、この0.5から始まってるから、これ0.5から始まってるから、やっぱりこれ t がずれてますね。で、こう、0.5から始まって、次が0.4ぐらいになって、次0点、なんだろうな、38ぐらいになったっていう感じで、こういうような、曲線を、この PTT、あ、PFF っていうのは、FF 成分は作っていく。で、別の成分見て、例えばこの CF 成分っていうのを見ると、まあ、0.33ぐらいから始まって、こういう曲線を描いていくと。で、そうするとですね、この例の場合には、先ほどの天気の場合は何かっていうと、t を大きくしていくと、この p の t 乗の各成分がある値に収束しているような気がします。で、実際に、この下に書いてあるように、例えばこの FF、F から始まって、だから、F だから晴れですね。今日が晴れの時に、100日後、1000日後、1万日後が晴れである確率。だから、それをt を無限大に持ってた時の確率っていうのが8分の3になるってことが、数学的に言えますし、その確率は、その c から f に行く確率とか、r から f に行く確率とか、同じであるとかってことが言えます。言えます。
で、ここの6個の確率は全部8分の3になって、ここの3個の確率は4分の1になるということが、まあ、この図鑑、この図を見てもこれ証明にならないので、これは、この下に書いてあることは、これは証明できることです。これは、これ証明できることです。だから、これはこの、実からの観察ではなくて、これは証明できます。証明できます。実際に、今の、これですね。この行列の t 字を計算して、t 無限大に持っていくと、先ほどの数値、極限として得られます。これですね。で、これは何を言ってるのかっていうと、これですね、その p の t 乗っていう行列を計算して、その t を無限大に持っていくと、こういうような行列になりますよって言ってるわけです。で、先ほど言ったように、この p という行列ですね。この p という行列は、行が1なんですよ。各行の成分和は1なんですよ。1なんですよね。で、性質っていうのは、この p の2乗とか、p の3乗とかにもこれ受け継がれます。受け継がれます。受け継がれるんで、この p の t 乗においても、この各行の成分の方が1だってことが言えるわけです。で、そうすると、その極限においても、この各行の成分の方が1です。例えば、これ見てみると、これ8分の3足す8分の3足す4分の1は、これ1です。本当かな ?3、3、2。ですね。1ですね。になります。で、重要なのは何かというとですね、これ、その3つ行があるんですけども、この行がどれも等しいです。8分の3、8分の3、4分の1。という形になっています。ですか?で、これは、まずこの行列ですね、この p の t 乗っていうのが、どういう、意味を持っている行列だったかということを、先ほどのこの、チャプマン・ゴルノゴフ方程式の話から思い出すと、今日の天気が、晴れ、曇り、雨。であるときに、無限日、時間が経ったときの天気は何でしょうっていう確率を表しているわけです。で、それは、F になる、晴れ、その無限日経った後、無限日経ったっていう言い方は変だけども、まあ、今、直感を使って言っています。無限日経った後の天気が F である、晴れである確率っていうのは、初めの天気が何であるかによらず、8分の3ですというふうに、この、行列から読み取れます。で、無限に伝った後の天気が曇りである確率は、初めの日の天気が何であれ、それは8分の3です。ということを言っています。で、なおかつ、無限に伝った後の天気が雨である確率というのは、初めの日の天気が何であっても4分の1です。ということを言っているわけです。だからその無限に伝った後の天気っていうのは、0日目の天気が何であったかによって、で、にも依存しない。ってことが、この行列の形から、形でかというと、この行列の成分が何であるかを見るとわかるわけですね。で、それはこれ、まあ、この下の観察で、この下の観察点は何かっていうと、この特殊な、この例における観察です。で、これ見た目で言ってるわけです。で、まず何かっていうと、そもそも、行列の、その t 乗の復元が存在します。不限が存在していて、こういう形でね。で、なおかつ、それの行が全て同じである。っていう性質が成り立ってます。でですね、これが割と、マルコ・フレンさんにおいて重要な性質になります。だから、そのいろんな現象を、このマルコ・フレンさんによってモデル化するときに、この観察に出てくるような性質を持つ場合が、非常に多いです。非常に多いです。しかしですね、人工的な例を作ったり、あるいはですね、そのモデル化しているものにおける性質がですね、まあ悪いと言っていいのか、まあ特殊って言いますか、特殊である場合には、ここに書いてある、この性質っていうのが成り立つとは限りません。で、どういう時に成り立たないのかって、じゃあ例えばそういう今人工的な例っていうのをちょっと挙げてみようと思うんですけども、例えばこんな例ですね。こんな例です。これ何かというと、1、2、3って3つの状態があります。で、1にいたら、必ず次の時刻には2に行きます。
で、2に行ったら次の時刻必ず3に行きますと。で、3に行ったら必ず次の時刻1に行きます。で、こういうことですね。で、そうすると、これ何が起きるかっていうと、例えばじゃあ今日の状態が1だったとすると、そこから次の日の状態は2であると、これ確実にこれ決まるわけです。で、今日が2だったら、その次の日の状態がこれが3であると、これ確実にこれ決まるわけです。だから、例えば、1、2、3っていうので、じゃあ先ほどのその天気だと思って、じゃあ1が晴れ、2が曇り、雨だとして、じゃあ今日が晴れだったとすると、何が起こるかっていうと、3日後はまた晴れになります。なんでかっていうと、晴れ、曇り、雨。晴れっていうことが必ず戻ってくるから。で、そうすると、6日後も晴れだってことが分かりますし、9日後も晴れだってことが分かります。もうこの街すごいですね。もうこの街だと多分もう商売、なんかすごく簡単になりますね。もう天気が毎日分かってますからね。で、そういうことをしていくと何が起こるかっていうと、じゃあ今日が曇りだったら3日後必ず曇りで、6日後必ず曇りで、9日後これ必ず曇りになるわけです。もし今日が雨だったとすると、3日後必ずまた雨になって、6日後必ず雨になって、この後必ず雨になると、これ決まるわけです。で、そうすると、この、まあ、無限日後っていうふうに言ってましたね。無限日後。無限日後の、天気っていうのは、この初めの天気が何であるかに依存して、こう決まってくることになるわけです。決まってくるって言い方が変なんだけども、まあ、そもそも決まらないわけです。この無限っていうのが、その3の倍数なのか、3の倍数、3で割った余りが1なのか、3で割った余りが2なのかによって、これ変わってくるわけです。つまり、この場合は、極限存在しません。実際に計算してもこんな感じになると。だから、ちょっと無限に事故って言い方がよくなかったので、だからこの場合は、極限存在しないわけです。無限存在しませんし、この p の t 乗の、すべての、p の t 乗、あ、だからそうですね。だから無限存在しませんから、p の t 乗っていうのを作ったときに、t を無限大に飛ばしても収束しません。収束しません。その言い方ですね。収束しません。ので、そういうことも起こり得るわけです。で、そうすると、じゃあ先ほどの例みたいに、こういうそのいいことが、まあ、これを今いいことと見なしてるんだけども、この P の T 乗の表現が存在して、その行が全て同じになるっていう時はどういう時なのかってことと、そういうことが起きるときに、この P の T 乗の各行っていうのは実際にどのように、解釈されるのかっていうことを次の話にしたいと思います。あ、そうか。で、そうか、そうか。で、それ、そういうことですね。そういうことが起きるときに、どういうふうに解釈できるのかってことの、ちょっと例を、先ほどの天気の話でちょっとやってみると、これですね。P の T 乗の極限は、このような行列になってたと。もう一度言うと、各行が等しいという形になっていると。で、極限存在しているという形なわけですね。で、じゃあ、例えば、この行列を見て、何が言えるかっていうと、0日目が晴れであるとき、十分時間が経った後の天気はってことを聞くと、それは、どこを見ればいいかっていうと、この、1行目を見ればこれはわかるわけです。ですね。はい。0日目が晴れってことは、ここだからですね。この行に対応するから。で、これは行列の言葉で言うと、この1行目を、この、行列から取り出したいので、それを取り出すためには、左から100っていうベクトルをかけると、この行列の1行目が取り出せます。だから、その0日目が晴れであるとき、十分時間が経った後の天気っていうのは、まあ、このような演算を考えれば、それで、出てきますということになります。で、同じようなことは、0日目が曇りである時とか、なんだっけ、雨である時でも、まあ、できるわけです。例えば、0日目が曇りである時っていうのは、この行列の2行目を取っていきたいので、それは、左から010っていうベクトルをかけるっていう、まあ、操作に対応するわけです。
そうすると、この2行目は取り出されて、8分の3、8分の3、4分の3でいきます。あるいは、0日目が雨だった時の話をするんだったら、それはこの行列の一番下の行を取っていきたいので、そのためには、左から001っていうベクトルをかけるっていう操作に対応して、この確率が取り出せるということになります。そうするとですね、例えばその、じゃあ0日目の、天気が、実はまだ分かってなくて、それがなんかその確率的にも決まるとしましょう。例えば、0日目の天気が、どれであるか分かんないんだけども、それが、3分の1ずつであると。そういうふうだったとすると、それは何かというと、最終的なその十分時間が経った後、その無限日中の天気っていうのは、この行列に、左からこう3分の1、3分の1っていうこの確率を表すベクトルをかけてあげれば、それで分かるということになります。つまり、その初めの日がの0日目の天気が晴れである確率は3分の1、曇りである確率が3分の1、雨である確率は3分の1ということですね。で、これ計算すると、この行列のどの行も同じなので、これ計算すると、やっぱりその行が出てくるということになるわけです。つまりですね、つまり、どの初期状態確率分布から始めても、最終的に同じ確率分布に収束するということがわかります。何が言ってるかっていうと、今は、この例では、どの、確率も3分の1というふうに言ってるんだけども、この確率は違っていて、例えばじゃあ2分の1、3分の1、6分の1だったとします。で、そうすると、まあ、そうであっても、これ計算すると答えは8分の3、8分の3、4分の1になるわけです。だからですね、ここにその、持ってくる、ベクトルは、和が1になっていれば、必ず、この行列の行が最終的に、抽出されるという性質は変わらずに成り立つわけです。ですね。で、それを言ってるのはこの初めの性質で、どの初期状態、確率分から始めてもって言ってるのは、それはその、左からかけるベクトルが何であっても、最終的に得られるベクトルは同じであるということになる。で、それが、この行列の行に等しくなるということが言えるわけです。つまりですね、初期状態が分かんなくても、十分時間を、かけて遷移をしていくと、ベクトルに収束するということが分かるわけです。どんなところから始めても、どんなところから始めても、どんなところから始めても。特に、今この初めの分布として、この行と同じもの、例えばこの8分の3、この例の場合は8分の3、8分の3、4分の1をかけたとすると、これもその可能な、その初期状態、初期分布の一つなので、このベクトルをこの行列にかけると同じ答えがこう出てくるわけです。で、この場合は何が嬉しいかっていうと、嬉しいかどうかは別にして、何が特徴としてあるかっていうと、このかけたベクトルと出てくるベクトルが同じになっているということが重要です。それから何を言ってるかっていうと、この何を言ってるのかってことを説明するのが次の話になります。で、それがこの定常分布っていうことの話になるんですけども、どうしようかな。ちょっとじゃあここで休憩入れましょうかね。ここまでいいですか？ここまでいいでしょうか。じゃあですね、ちょっと、1分半ちょっと休憩をします。はい、じゃあ1分半休憩して、その後、その最後に言った、その特殊な、分布の話をしたいと思います。
はい。では、再開します。最後にやりたいのは、その先ほど言った、その、特殊なベクトルの話なんですけども、それがこの定常分布っていうものの話になります。で、まず、まあ、定義からやるんですけども、これですね、定常分布であるとは何かというと、これですね。まずその確率分布です。確率分布。今、この状態空間有限なので、その一つ一つの状態を取る確率っていうのを、π1 とか π2 とか πn というふうに置いてると思ってください。で、それを集めて、ベクトルにしたのが、ここで確率分布だと思ってください。で、これが定常分布。この P で定められる、マルコフ連鎖の定常分布であるっていうのは、これを満たすことです。πp イコール π。この π っていうのは、今これはベクトルとして書いてるんだけども、これは行ベクトルです。それは注意してください。これ行ベクトル。ですね。行ベクトル。さっきの例で言うと、ちょっと戻りますけども、この8分の3、8分の3、8分の3、あれだ、8分の3、8分の3、4分の1っていうのを、π だとしてはいけないんだな。こうすると説明が変わってくるんで、ちょっと待ってね。そういう説明はちょっとしないで、すみません。この式そのままです。で、これが定義です。これが定義です。ですね。で、じゃあ、まず、じゃあ、この式を見て、これをまず行列を使わずに書くとっていうのが下にあります。そうするとどうなってるかっていうと、これはその、π1、点点点、πn、p イコール、π1、点点点、πn。なので、例えば、これの、その、第 j 成分ですね。第 j 成分を取ってくると、右辺の方はこれ πj になるわけです。πj。例えば、πj ですね。πj です。じゃあ、その左辺の方から、第 j 成分を取ってくると、どうなってるかっていうと、これ π1 点点点 πn で、p がこんな感じになってて、この p の第 j 行ですね。p の第 j 行と、この π1 点点点 πn っていうのの内積を取ったものが、この左辺の第 j 番目の成分になります。で、そうするとこれは、πi と pij の積ですね。で、i に関しては取ったものになるってことがわかります。ですね。j は固定ですね。j は固定になっている。いいでしょうか。まあ、このように書いたからといって、何かわかるわけじゃないけども、一応書いてみました。で、下に書いてあるのはちょっと重要かもしれない。何かっていうと、これは線形代数の言葉を使うと、1が p の右固有値で、それに対する p の右固有ベクトルを規格化したものが π。ますね。何かっていうと、皆さんよくその、A っていう行列があって、それのその固有値、固有ベクトルっていうのを考えるときに、なんか AX イコール、ラムダ X を満たす、X が A の固有ベクトルとか。まあなんかこういうような、まあ定義して、で、この時にラムダが固有値と。っていうふうに、まあ、その固有値とか固有ベクトルっていうのは定義するってことはよくやったと思うんですけども、この時の X っていうのは列ベクトルなんですよね。列ベクトル。列ベクトル。で、今この考えてる π っていうのはこれ行ベクトルなんですよ。行ベクトル。ですね。で、だからこの AX というふうにこの A を左から書けるんじゃなくて、ここではこの P は右から書けています。なので、まあ、その、だからこの πp イコール π っていうのと、この ax イコールラムダ x のラムダが1である場合っていうのは、まあ見た目が同じであるというふうに思ってほしいわけですね。思ってほしいわけです。だから、このラムダが1の場合なので、まあ、1が p の右固有値。だから右固有値って言ってるのは、この p を右からかけてる。で、それに対するこの π は固有ベクトルになってる。だってことを、まあ思ってます。ただし、その π っていうのは確率を表しているので、必ずその、π の成分は必ず1じゃないといけません。皆さんご存知のように、その固有ベクトルっていうのは、スカラー倍しても固有ベクトルであるっていう性質を保ちますから、そのスカラー倍の中で、この成分を足したものが1であるという性質を満たすものが、
定常分布になるということになるわけです。いいでしょうか。そうするとですね、実際にそういうこの定常分布があるかどうかっていうことはちょっと問題になるわけです。その πp イコール π というその式を満たすような π っていうのは本当にあるんですかっていうのは、このまあその、水行列 p によって変わっている可能性があります。これは飛ばそうかな。あ、そうか。で、飛ばさずに。で、これなんで、すいません。なんで定常分布と呼ばれているのかってことを説明すると、今ですね、だからこれ、この各状態に、確率がついていると思って、この πi は、この、初期状態、その実国0における状態が i であるか確率であるっていうふうに、見なしましょう。というふうに解釈します。で、そうすると、そうか、先ほどこの書き換えたりですね、この式の意味はどうなるかっていうと、こういうふうに書きます。まずこの右辺の方、πj ですね。これは上のっていうのは、このその解釈というか、こういうふうにしたので、それをそのまま書くと、時刻0における状態が j であるという確率になります。で、この左辺の方は、これもそのまま書くとこうなります。こうなります。これ何かというと、この推移確率はここですね。時刻0における状態が i であるときに、という条件のもとで、時刻 i における、あ、1における状態が j であるという確率。で、πi っていうのは今のこの解釈で、時刻0における状態が i である確率であるというふうに書いてある。そうすると、これは、実はその、これですね。時刻1における、確率が j であるということと、これ等しいということが、逆をたどるとよくわかると思います。これが等しいですね。つまり、時刻0における確率、じゃあ、時刻0における状態が j である確率と、時刻1における状態が j である確率、これ等しいということが、この πi をこのように定義すると言えます。で、そうすると、これを辿っていって、ずっと計算していくと、時刻0における状態が0である。あ、時刻0における状態が J である確率と、時刻1における状態が J である確率と、時刻2における状態が J である確率、これ全部等しいということが言えます。つまり、どんどん時間発展させていっても、この確率変わらないっていうことがわかるわけです。で、そういう意味でこれ定常であるというふうに言います。何を言ってるかっていうと、初期状態をこの πi で表すとすると、次の時刻の状態、その次の時刻の状態っていうのも、この πi から変わらないっていうふうになります、ということを言っています。だから、それがこの πp イコール π っていう式の意味であるというふうに、思ってほしいということですね。よろしいでしょうか。で、そうするとですね、先ほどのその p の t 乗の、極限が存在するとき、何が起こるかっていうと、じゃあこの極限っていう、ちょっと、行列、今、Q と書くことにしましょう。で、そうすると、すみませんね、これは今、私が説明してることなのかどうかちょっとわかんない。ちょっとこれはちょっと今、説明、ちょっとここではやめて、ちょっと次の流れ見ます。すみません。そうか、そうか。で、定常分布とマルコ・フレンスの時間発展には関係があります。ということをまず先に言いましょう。で、それは、実はここに書いてあるこれ定理なんですけども、これが正しいってことは、証明できます。で、これ証明できる数学的な事実なんですけども、ちょっとこの証明を行うっていうのは、この、講義の、目標を超えるので、この証明自体はしないことにしますけども、この結果自体は使っていこうと思います。で、どういうものかっていうと、まずここに仮定があります。ある自然数 M が存在して、P の M 乗の成分が全て正となるとき。正っていうのは0は含みません。ですか。で、そのときに次は成立します。一つ目。定常分布が1に存在します。1に存在するというのは、ただ一つだけ存在します。だから、まず定常分布が存在して、なおかつその存在する定常分
で、なおかつ、先ほどやっていた、この P の T 乗の極限が存在します。この上の仮定が成り立つとき。存在して、その各行が π に等しいっていう性質もいます。で、この π っていうのは上で言っている定常グループです。で、これは今、正しいとみなすことにします。つまりですね、これ聞き方書いてあるんですけども、この上の、命題が成り立っているので、特にこの仮定が正しいとき、仮定が正しいときには、どの初期状態から始めても1位な定常分に収束するということが言えます。これは何を言っているのかということをちょっと、だからここで今これ説明するんですね。で、さっき言ったみたいに、この、P の T 乗の極限を Q としましょう。今これ仮定が見さされていると言っているので、この極限は今こう存在すると。ああ、書いちゃった。極限は存在するというふうに今仮定してるわけです。言えるわけです。だからその極限を今 Q としましょう。で、任意の確率分布。どうしようかな、ちょっと。文字がわかんない。文字をどうしようかな。さっき π を使ってたんで。困った。じゃあ π プライムにしようかな。考えるってことを押します。で、そうすると、何が言えるのかっていうと、だから今ここでやりたいのは、ここで示したいことは、π プライム q を計算すると、これが π になるということ。なんですね。それが今この秘訣というところで言ってることです。そうか、これ演習問題にすればよかったな。示したいことじゃなくて、この帰結が言ってることです。帰結が言ってることは、っていうのが、この、π プライム q というのは必ず π になるということです。で、これは、その、さっき言っていた通り、この q の、だからこれはその例、先ほどの例と同じこと言ってるんですね。先ほどの例って、この話で、だから今、この、その3分の1、3分の1、3分の1書いてある、ここですね。だからこれが今、このパイプライムに対応しているところ、まあ、思ってほしいわけです。で、この行列が、今のこれ、Q ですね。で、これが、この定常分布である、このパイに、等しいというふうになっているということで、まあ、そういう形で、まあ、証明っていうか、このパイプライムの、成分、の和が1であるということからこれ証明ができます。だから、あ、そうか。だから演習問題にすればよかったと言っておきながら、どうやって言っとけばいいかも今言ってしまったわけですね。はい。まあ、それを置いといて、まあ、こういうことが言えるわけです。で、ちょっといろんなちょっと例を見てみましょう。例えばですね、これですね。これ先ほどの、これ天気の例ですね。で、これ天気の例の場合には、この π を8分の3、8分の3、4分の1とすると、確かにこれ計算すると、あ、これですね。πp を計算すると、8分の8分の3、4分の1になってますから、πp イコール π というのが満たされて、π が定常分布だということがわかります。で、重要なのは、この p の成分がどれも正ですね。p の全ての成分が正になっています。つまり、先ほどの、この命題の条件において、m が1の場合、m が1の場合に、この条件を満たしているということになります。つまり、先ほどの、その命題から、この極限は存在して、その極行が π に等しいということもわかるということになります。よろしいでしょうか。で、今はですね、この π っていうのが、8分の3、8分の3、4分の1。とすると、πp イコール π
π を満たすから、あ、確かに定常分布だなっていうふうに分かるんだけども、じゃあ逆にですね、この p だけ見て、この定常分布は何でしょうってことを計算しようと思ったら、この πp イコール π っていう、πp イコール π という、その π に関する方程式を解く必要があるわけです。π を見つける。っていう必要があります。で、ただし、先ほど言った通り、この πp イコール π っていう式自体は、この π にスカラ倍しても、なんていうんだろうな。π が π であるときに、π のスカラ倍も π であるので、これ、π が1に決まらないわけです。だから、この解くときには、π の正分は1であるという条件も付け加えて解く必要があります。で、まあ、それをこの前実際にやったのが、この計算例っていうスライドで、まあ、ここはその、ここで、この授業の中で説明することではないと思うので、皆さん、計算するという段階で実際に見ていただいてもいいですし、まあ、ここはその、今言った通り、その、固有ベクトルを見つけるということをやるだけの話なので、まあ、皆さんの知識でそのままやっていただいて構わないということになります。別の例ですね。これ先ほどその定常分布がないといった例なんですけども、これは何かという、定常分布がない、極限がないといった例なんですけども、この場合は、極限はないんだけども、定常分布はあります。例えば、3分の1、3分の1、3分の1。すると、これは πp イコール π を満たすので、この3分の1、3分の1、3分の1っていう、ベクトルはこれ定常分布です。でしかし、先ほど言った通り、この p の定常の極限は存在しないと。だから、極限は存在しないけども、定常分布が存在するっていうことはあり得ます。あり得ます。で、まあ、ちょっとこう、まあ理由は、先ほど言ったような感じで、その、ぐる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 回るからっていうことなんですけども、まあちゃんとやろうとすると、まあここに書いてあるように、例えば、p の4乗を計算すると、それが p と等しくなる。で、その p の2乗と p の3乗、それとは違う。っていうことを、言うと、そのぐる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 回るんだってことが分かるということになって、極限存在しないということが分かります。で、これ別の例ですね。これ例3。これ何でしょうね。ちょっとこれじゃあ状態遷移図書いてみると、じゃあちょっとじゃあ状態を1、2、3、1、2、3とすると、まあ、1という状態があって、1から2に行ける確率が2分の1で、3に行ける確率が2分の1。2から2に行く確率が1で、2から3から3に行く確率が1。こんな感じの状態遷移図ですね。を取ります。いいでしょうか。でそうすると、今、π イコール001とすると、これは、πp イコール π を満たすということが分かって、これが定常分布ということが分かります。で、だからこのマルコフレンズは定常分布を持ちます。一方でですね、これはまた特殊な例で、p の2乗を計算するとこれ p になります。これ実際計算してみてください。これ p の2乗イコール p になります。だから p の3乗、p の4乗、p の5乗もこれ全部 p と同じです。つまり、p の t 乗は p と等しいので、その極限も p と等しいです。だから、この p の t 乗の極限は p と等しいという形が言えるわけです。つまり、p の t 乗の、だから、ここに書かないんで、このですね、上の行列そのものが、p の t 乗の極限なわけです。だから、この場合は極限存在します。極限存在するんだけども、この極限の各行が同じベクトルにはなってません。O。だから、これじゃあ、ここに書いてあるこれ、P の基準の極限存在するんですけども、その全ての行が π と同じになるわけではないです。一方で、この例の場合は、この π が001っていう π を持ってくると、この π は、定常分布なんですけども、その他にも定常分布がたくさんあります。たくさんあります。たくさんあります。演習問題ではこれ全部見つけてくださいっていうふうに言ってると思うんですけども、たくさんあります。なので、
それはだから注意ですね。もしこの、P の T 乗の各行が、P の T 乗が、の表現存在して、各行これ全部等しいんだと、それは一理な定乗分布になるんですけども、そのようなことは、この例では成り立たないと。成り立たないと、そういう例になってないと。そういう形になってないということになっています。ややこしいですね。だから、なんかその、時間発展させていって、なんか極限を取ると、あるところに収束するような気分になってしまうのがマルグフレンサーなんですけども、そういうことは、都合がいい場合にしか起きなくって、ここの例にあるような、まあ悪い例の場合にはそういうことは成り立ちませんから、そういうことには、そういうことがあり得るんだってことは、押さえておいてください。はい。では、今日のまとめをしようと思います。今日はですね、マルコフレンサをご紹介しました。まず、マルコフレンサの表現法として、水行列と状態遷移図っていうのがあるという話と、まあ、定義もちゃんと、マルコフレンサが、マルコフレンサであるという定義もちゃんと何だったかということを押さえるということですね。で、二つ目がチャップマン・コルモゴフ方程式という話をして、その時間発展と、その行列の積っていうのが関係しているという話をしました。で、最後に、定常分布とマルコフレンサの極限の話をして、まあ、それが関係がある場合もあるし、関係ない場合もあるので、それは気をつけて判断しないといけませんよって話をしました。で、次回は、この講義としては最後の、講義になるんですけども、このマルコフレンサの、まあ、応用というか、まあ、発展的な内容の話をしようと思います。では、今日の講義はこれで終わりにします。